はい、今日はちょっと小雨なんですけど、アイナの畑に来てます。雨降ってね、人参が大きくなるんで、乗ってるね、人参の上に乗ってる草をね、避けてきます。ちょっとずつですけどね、芽が出てきましたね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。月読み自然農園のたかしです。はい、今日はね、伊勢原の畑に来てます。草刈りと、収穫ですね。ささげとかオクラとかの収穫をしていきたいと思います。まずは草刈りしてきます。粒がすごいな。土がね、柔らかいんで、まあ、ポンポン抜けるんですよね。はい、生姜周りのね、草刈り終わりました。まあざっとですけど、生姜にね、日が当たるようになればいいんで、刈った草はね、その場に敷くような感じで草刈りしました。こちらオクラですね。オクラももう、もう取り遅れなんですけど、よくできてるんでね、収穫してきます。はい、こんな感じでね、いいオクラ取れました。はい、今ね、オクラ収穫したんですけど、もうね、だいぶ大きくなってるんでね、こんな感じでちょっともうね、種取り用にしようと思います。はい、こちらがヤーコンですね。ヤーコンも
すごい大きくなって順調です。で、ヤコの隣にトウモロコシも植えてます。もうだいぶ穂がね出てきてるんで、そろそろね受粉の時期ですね。伊勢原の畑のね作物はみんな、土がよくできてるんで元気ですね。じゃあささげのね収穫してきます。ささげもねもうだいぶ枯れてきましたね。まだ収穫できるのもねあるんで収穫してきます。こういうのは大丈夫ですね。ミョウガもね取れましたね。柿のね実がだんだん大きくなってきましたね。まだまだ暑い日は続きますけど確実にね秋は近づいてますので、夏の農作業、あまり無理しすぎずに皆さんも畑作業を楽しんでください。はい、うちのですね、イノシシ対策の柵はですね、こんな風に竹垣を作って、で、それにですね、草を這わせて、自然のね、生垣を、こんな感じで作ってます。まあ、これしてから、今のところね、イノシシに入られてないんで、一定のね効果はあるんだと思います。外から見たらねこんな感じなんで、まあイノシシがこう来たとしても多分入ろうと思わないですよね。これだけ草に覆われてると草と、あとこういう、ネットもね、竹垣と一緒にネットもこう、這わせてるんで、草のつるが巻き、こういうつる製のね、つるが巻きつきやすくなってるんで、今のところこういう感じで、イノシシ対策してます。
ですね、視聴者さんからですね、草刈り機はどうやって運んでるんですかっていうね質問があったので、お答えしたいと思います。私はこういう、前は車の中に入れて運んでたんですけど、先日ですねちょっと車の中にオイルがちょっと漏れて油臭くなってしまったんで、こういうふうに、これはメーカーは何だろう、INNO っていうねメーカーの、ルーフキャリアを取り付けて、でここにこう乗せて、でこういうゴムバンドで、縛って、運ぶように今はしてます。まあ、ここをねしっかり結んで、ゴムバンドだとねまあちょっと切れる可能性もあるんで、結ぶときはロープとかにした方がいいと思いますね。まあ今ちょっとゴムバンドでやってますけど、これもね切れると危ないんで、ロープを買ってロープで、巻きつけて、運ぶようにしようと思います。はい、今日はね小野畑に来てます。ちょっとね草がすごいんで、今からざっとね草刈りしてきます。ひまわりがとっても綺麗ですね。はい、草刈り終わりました。ここがですね里芋ですね。やっと里芋が顔を出しましたね。でここが、トウモロコシと、もちトウモロコシとキュウリの畝ですね。キュウリはまだできてないですね。よいしょ、もう少しねつるが伸びてね、どんどんね実がなってくると思います。でここがオクラですね。やっぱりオクラは、マルサヤオクラの方がですねやっぱり大きくなっても柔らかいんで、なかなか畑に来れない方は、マルサヤのねオクラを育てたらいいと思います。でここが先日、自然農塾でみんなにやってもらったジャガイモのね連作の上です。でこちらがさつまいもですね。さつまいももすごい元気で、ツルがねすごい伸びてます。ここはもうどん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 ツルが伸びて土にくっつこうとしてるんでね、もう一回ざっとツル返ししてきました。はい、こちらが、もちとうもろこしですね。とっても順調に育ってます。これぐらいなら草刈らなくてもいいですかね。はい、以上小野畑のね様子でした。いつもご視聴いただきありがとうございます。